平野翔太、オファー殺到。世界が熱望する若きスターの台頭。近年、地上波テレビドラマに爆発的な増加が見られる一方で、ネット配信限定のドラマも着実に増え続けています。驚くべきことに、これらのネット限定ドラマは制作秘面でも地上波と肩を並べ、そのクオリティはとどまることを知りません。その中でも、特に注目すべきは、 芸能事務所に所属するタレントたちへのオファーが殺到しているという事実です。金プリカエさんによる波紋が広がる中、ウハウハセクゾの菊池風馬が仕事量を増やし、その存在感を示しています。一方で、ネット FLIX をはじめとするプラットフォームでは、5月には、サンクチュアリ、生域、6月には、離婚しようよ、7月には、お手洗い池、炎上するなど、対策が続々と配信開始されました。 特に、離婚しよう、要は松坂通りの主演で、工藤勘九郎氏と大石静香氏の名コンビが脚本を手掛け、中川大志や稲美子といった実力派俳優が共演するなど、その豪華さは地上派ドラマを凌駕しています。こうした中で注目を浴びたのは、錦木戸良が離婚しようよに出演したことです。ジャニーズを退所して以来、久しぶりの姿を見せた彼は多くの話題を巻き起こしました。そして、 ネット限定ドラマのキャストとして、元ジャニーズの錦戸亮や飛べタレントたちに対するオファーが殺到していると報じられています。ネット FLIX や Amazon プライムなどのプラットフォームは、地上派と異なり、事務所への忖度を気にせずにキャスティングが可能。しかし、この自由さが逆に、作品の魅力を損なうこともあります。普通の人気俳優を起用しても、新鮮味に欠けてしまい。 視聴者はサブスクリプションへの加入を躊躇することがあります。ここで登場するのが、希少性の高いトベタレントたちです。地上波では NG となることも多い彼らは、その希少性ゆえに忠実なファンを魅了しています。彼らをドラマに起用することで、視聴者数が急増するという効果を生むのです。その中でも、注目を浴びるのが元キングプリンスの平野翔太です。彼を主演に据えることで、 万単位の新規入会者が見込めるとされています。豪華オファーを提示しても、その価値に見合うだけの魅力を持っているのです。幸運なことに、平野翔太は海外市場にも興味津々であり、彼の出演するネット限定ドラマは世界中に配信される予定です。ネット FLIX だけでなく、Amazon プライムなども彼にオファーを持ちかけているとのこと。さらには滝沢秀明社長の合案によって、 タレントの争奪戦はさらに激化しそうです。元金髪オファーが殺到する中、その中でも最も新鮮さを感じさせるのが、小役出身のアシラエナです。彼女が見せる演技は、まるで最高の教師のように魅力的であり、視聴者を引き込む力を持っています。また、今注目が集まるのは、旅サラダガールズ。その中の一人で、元 NMB48 の人気メンバーだった妹の存在も話題となっています。 こうした要素が結集し、視聴者はますますネット限定ドラマへの関心を高めています。結論として、ネット限定ドラマが芸能界において急速に勢力を拡大していることは否定しにくい事実です。その中でも、平野翔太のような魅力的な若手スターの存在が、視聴者たちの心をつかむ鍵となっています。ますます激化するタレントの争奪戦。 その行く末に私たちは大いなる期待と興奮を抱きつつ、今後の展開を見守ることになるでしょう。今